はい、どうもこんにちは、シングルパパです。今日はですね、これからですね、横浜の、大黒パーキング、そちらの方にね、今向かっております。でね、なんでね、今日はね、大黒パーキングかというとね、実はね、私のね、動画を見てくださってる視聴者さんがですね、新潟からね、まあこちらのね、友人にね、会いに来るっていうことなんですけども、その前にね、ぜひね、できればね、お会いできないだろうかっていう形でね、いただきました。ありがとうございます。何言ってんだ俺、ありがとうございます。ですから私もね、すごくタイトなね、新潟から来るんで、スケジュールの中ね、時間をくださるってことだったので、今からね、そちらの方で約束してね、向かっております。いや楽しみです。どんな方なんでしょうか。いやただね、今日はね、雨の確率が結構高かったんだけど、幸いにもギリギリで、なんとか天候を保っております。すごく嬉しいです。ラッキーです。感謝感謝。いや新潟からね、朝出られたっていうことだったんで、かなりお疲れだと思うんですけどね、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。最高。さあね、どんな方がね、お待ちになってるのか、くださってるのか、また俺のが先なのか分かんないけど、まあ興奮してちょっとカビカビ出していけるパパです。はじめまして。お待たせしました。どうも。
こちらこそ、いつもありがとうございます。行ってくれるもんならもう、この会いに来るんで、ちょっと。かっこいいな、みんなな、大人だな、やっぱり。すげえかっこいい。一発だ一発ですねおお本当気をつけてくださいね。本当ありがとうございました。お気をつけて帰りも。ありがとうございました。じゃあ帰ろうかな。今日はね、なんか現場に来てね、新潟から来られた方とも出会うことができ、そしてそのね、お仲間であるね、本当に素晴らしいバイクだったナッシュブル ね出会うこともね、その方のお友達もね、旧車もう20からがね、その方の24からずっともう30年ぐらい乗り続けられるバイクだそうです。かっこいいよね、23で買ってなんて言ってましたけど。そして今ね、他にね、知り合ったね、方ともね、よいしょ、ソフテールね、乗ってる方とも今お知り合いになることができて、非常にね、充実した大黒パーティーのね、ツーリングになりました。さあ帰ろうかな、これから。楽しいね、大黒パーキングのツーリングになりました。そしてね、今日出会ったね、方々、本当にね、方々、本当にありがとうございます。楽しいね、日を過ごすことができました。いやー、本当にバイク仲間って素敵だな。そしてバイクって楽しいな。いやー、本当に良かった、今日は。ありがとうございます、皆さん。そしてね、これからもね、どんどん皆さんとお会いしていきたいと思いますので、どうかね、どんどん声かけてください。私からもね、バイク乗りの方にはね、どんどん声かけていきたいと思いますので、その際はね、どうか優しく相手してやってください。よろしくお願いします。うわ、風すげえ。サングラスぶっ飛んでいっちゃいそうだよ。楽しかった、本当今日雨降んなかった、最後の最後まで嬉しい。いやー、気持ちいい風が、海の匂いがする。
やー、さあ皆さん今日はどうだったでしょうかね。今日はねたくさんのね方と出会うことができました。特にね新潟から来られた秘書さんの方、本当に本当にありがとうございます。で心よくね今日はね気持ちよく感じていただきたい、何かね心尽くしの一つと思って、キャップの方をねプレゼントさせていただきました。そしたら嬉しいことにね自分が被ってるキャップすぐ脱いでね、いやすぐ被らせてもらうよってね被ってくださったんですよ。ありがとうございます。で今日もまた本当にねフォトブログがやっててよかったって心の底から思う一日でした。でねたくさん話し込んでしまって、もうちょっと話すのやね2時間ぐらいもっとかな話し込んでしまいました。本当に楽しい時間をねありがとうございました。で嬉しいですね、うん、また一つね僕自身がフォトブログをやってて楽しいなって思うことができました。やっぱりね僕が以前から皆さんコメントいただけますかなんてお願いもしてるんですけども、実際こうやって交流する方がもっともっと楽しかったです。で皆さんがねやっぱり動画で言えないような内容ってあるじゃないですか、この細かいね内容とかもあるんでね、そういう積もる話もあったりとかしてね、すごく楽しいねひとときを過ごすことができました。はい、でまたどこかでね皆さんともお会いしたいと思います。では今日はここら辺でクロージングさせていただきます。シングルパパでした。どうもです。